OK、じゃあちょっと詳しく見ていきましょうか。今回はね、結構上位互換のキャラクターなんで、まあ、そんなになんだろう、比べるところはないとは思うんですけど、ちょっと一応見とくだけ見ときましょうか。さあ、じゃあまずは、この、神の新キャラクターからですね。まあ、とりあえず、リーダーチャージで、まあ、アポロンの完全に英語も版っていう感じではあるんですけど、まあ、ちょっと違うのはあれかな、神ゴマが10枚入っていないといけないっていうところですかね。で、ターン的には600スターティングで600ずつだから、手ゴマに来て、で、次で1200だから、さっきなんか8ターンって言ってましたっけ？ということは、アポロンって7ターンだったかな、あいつ。あれいくつだっけ、アポロンって。マックスチャージは。まあ、でもほぼほぼなんかアポロンみたいな感じですよね。で、コンボスキルも一応持ってるんですけど、これはなんだ？雷撃のライフバーストか。まあ、これだったら確かに相性はいいですね。スキルも、ま、後半に打ちますし、まあ、コンボスキルもね、ワンチャン使ったら、まあ、火力はそこそこ出ると思うんで、まあ、でも3000だからな、言っても。まあ、メインのフィニッシュにプラスして、まあ、ちょっとなんだろう、後押しするみたいな感じぐらいですかね。それぐらいの、まあ、火力だと思うんで。まあ、そうですね。低コスト耐冷しか逆に言うとこれは使い道ないかな。さすがにシーズン末でこのキャラクター使うかって言われるとちょっと微妙ですね。アポロンとの差なんですけど、あっちが7000でこっちが4800なんで、まあ、2200の差はあるか。まあ、S ゴマ引く自信があるんだったら、まあ、こいつリーダーにして、その他に S ゴマ4体詰められるんでいいんですけど、まあ、結局 S ゴマ引けるかどうかはその時の時の運なんで、まあ、サブ 4枚 S ぶち込んで、それ全部打てたら当然強いんですけど、アポロンよりも強くはなるとは思うんですけど、そう毎回もなんないと思うんで、うん、まあ、どっちかっていうと、ロイヤルとか、まあ、カップ戦が主になりますかね。アタックとしては1080とかちょっと低めですかね。まあ、神ゴマっていうこともあって。基本的に罠と一緒に編成しちゃうと罠よりかはアタック低くなっちゃうんで、まあ、そんなに罠駒も編成できないですよね。まあ、そもそもデッキ条件が神10枚っていうのがあるんですけど、まあ、結局神駒10枚入ってるんで、まあ、その他のキャラクターも神駒なんでそんなにアタック高くないと思いますし、例えばよく使われるイシュケとかってアタックどれぐらいでしたっけ？例えばよくこういうデッキに一緒に編成されがちなイシュケもアタックプラス振ったとしても、1008なんで、まあ、あと、ウンディーネとかでも全然高いですよね。10日ウンディーネは確か900何歩だったと思うんで、10日ウンディーネは、アタックが、そうですね、1000もいってないんで、まあ、基本的にこのキャラクター、ロックによって、まあ、釣られることは、あんまりないですか。まあ、S ゴマとかね、マゴマとか引いちゃうとさすがに釣られる可能性あるんですけど、まあ、基本的に、大丈夫だと思いますね。ルナスさん、早いうちにカップ戦コスト上がる。どうすかね、そんなに、すぐ上がるかな、このキャラクター。さすがに、このカップ戦で、使えそうなキャラクター実装して、早々にコスト上がったら、さすがにそれはやばいと思いますけどね。まあ、いろいろあったんで。これ、8ターンで600ずつなんで、まあ、結局8ターン以内で勝負つけることができれば、まあ、コスト15の、非火基礎よりかは火力出るっていうことになりますよね。結局、毎ターン550のダメージ与えるのと、まあ、チャージして、マックス貯めて4800一気にドカンって与えるのは、まあ、結局はその、ダメージ出すタイミングが違うだけで、まあ、結局、そのダメージは出せる。まあ、でも自分が、そうか、盤面に出すっていう作業が1個あるから、まあ、それは若干違いますけど、まあ、そうですね、コスト15の非火基礎と比べても、この600ずつ上昇でマックス、4800は、まあ、強いと強いですよね。マジで8ターン以内で決着つくんだったら、そのコスト15の比較基礎よりも強いっていう風に考えられるか、まあ、これはカプセル多分バリバリやりたい人は欲しいですよね。まあ、とりあえずこいつはこんなところか。まあ、全然いいですね、これは。なかなか強いと思いますね。さあ、このキャラクターなんですけど、まあ、性能は結局あれかな、課金のキャラクターの、名前忘れちゃった。なんだっけ、あいつ。なんだっけ？ミーザだっけ？なんでまあ、こっちは竜ゴマなんでちょっと HP 低いんですけど、あ、でも意外とあるか、ミーザも竜ゴマですけど、HP 高めに設定されてるか。まあ、80ぐらいか。80、こっちの方が高いっちゃ高いんですけど、でもそうか、プラス25触れるから100ぐらい高いか。105っすかね。で、まあ、性能は、スキル性能全く一緒で、まあ、コンボスキル違いますけど、まあ、ほぼリーダーなんで出されることは、出すことはないんで、まあ、そこは考慮しなくてよくて。うん、まあ、ステータスをどう考えるのか。あとは、混合条件なんで、まあ、デッキの、振り方っていうんですかね。属性の振り方。そこを、ま、考慮してどっちを採用するかっていう感じですかね。まあ、あとカップ戦だと因が違うのかな多分。まあ、そこら辺も考慮してっていう感じですよね。まあ、大きく、なんだろう、このキャラクターが、手に入ったからといって、マナデッキが劇的に強くなるかっていうのは、ま、ないんで、
まあステータス少しでも上げたい、あるいはマゴマちょっと何だろう、採用するキャラクターがあんまりマナデッキでいないっていう方は、まあこのキャラクターゲットするっていう感じですかね。まあ逆に言うとそれぐらいしかちょっとこのキャラクター言うことないですよね。まあそうですね、まあステータスは HP 若干高いんですけど、まあでも逆にアタックが低いんで、なんか手駒ロックで逆に釣られそうっていう可能性はありますけどね。今度はこっち、さっきのキャラクターと違って、いろんな属性のキャラクター入ってるんで、ちょっと下手したら、リーダーなんですけど出される可能性あるんですよね。どっちかっていうとこれ HP よりかは出されたら終わるんで、アタック高いミーザの方がいいかもしれないですね、もしかしたら。ちょっと手駒ロックのリスクが増えますからね、単純に。ちょっとお次行きますか。まあ、戦撃かな、次は。炎火のステータスよりも、でも、そんなに変わんないか。プラス15の25だから、プラス40か。で、スキルは、まあ、一緒か。で、コンボスキルは違いますけど、でもあれか、コンボスキルどっちかっていうと、これ、炎火の方が強えな、これ。戦機解放の方が良くない？でもそんなことないか。ダメージ的には、でも一緒か。まあ、アドか火力かっていう差か。まあ、でもコンボスキルはあんま考えなくていいか。まあ、スキルは全く一緒で、まあ、ステータスの違いしかないですね、これ。なるほど。まあ、これも、無理に取る必要は、あれか？炎火持ってる人は無理に引く必要はないかもしんないんですけど、メリットとしては、当然、炎火よりもステータスいいんで、そこと、あとは、トモルゲじゃない、ニルスか。ニルスが、多分、レベル調整しなくても使えるようになるぐらいですかね。今回別に無理に引かなくてもいいんすよね。まあ引いたらこっちに変えるけど、今回引く必要あんのかって言われるとちょっと微妙っすよね。特に僕マナもやってなくて、マゴマはいらなくて、でカプセもそんなにバチバチにやるわけじゃないなくて、まあロイヤルもバチバチにやらないんで、まあ神ゴマもいらなさそうですし、まあ欲しいのはこのキャラクターだけなんだよな。とりあえず33連引けば確定でゲットできるんだったらいいんですけど、今回3体キャラクター追加されちゃうんで、確定枠が確定じゃないんですよね。33% なんで、引く気はあったんすけど、炎火でいい感はあるんだよな。そうですね、次の、イベントっていうか、イベント告知、新着オソリニアが、8月12日に来るんで、まあ、早々に引くのは、ちょっと一回ステイして、次の新着オソリニア確認してから、まあ、引くかどうか決めた方がいいかもしれないですね。まあ、とりあえず今回の強ゴマに関してはこんな感じか。まあね、マナと戦撃に関しては単純に上位互換なんで、まあ、特に言うことはないですね。コンボスキル若干違うぐらいかな。で、リーダー、神駒のリーダーに関しては、まあ、あれは、もうカップ戦、ロイヤルバトルで使えるっていう感じですよね。まあ、あと、引きに自信がある人は、まあ、シズマでも使っても OK っていう感じですかね。ステータスも普通に強いんで、まあ、とりあえず、こんなところかな、今回。ちょっとね、今回ちょっと微妙な、微妙っていうか、そんなに、解説することはなかったんですけど、